はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ビーナスイレブンビビットやっていきたいと思います。なんかいきなり寸劇が始まってますね。合点承知おすけ、一切合切任せとけっていう感じなんでしょうか。お、プロ指導選手が指導を受けたい。プロ、一応プロ選手なんですよね。あ、指導されたい。違うか。おっと、郵便物を誤配ですか。ん、ライバル校なのかな。ん、よしって誰。親、何もわからない。なんかログインすると、あの、稼働するイベントなのかな。さてですね、遠征を選手が出すことができます。試合に出さない、まあいわばこういう控え選手をパワーアップさせることができます。からビンゴですね。はい、次。一括受け取りということで。おっと、いろいろもらえるみたいですね。まあこういうところは試合をやらせて勝利した方がいいような気がします。スカウトですね。これ1回無料でできるんじゃなかったっけ。おっと、強い色チケ。あ、なんと他の人のチームを治療できます。なんか音楽が違う。あ、ここに治療してくれた人に乗るんだ。処理中オーバーということで、選手を育成しましょう。特訓です。ランニングか。シュート、ドリブル、ダッシュ。プレスが結構余ってますね。はい、OK です。一応成功したみたいで、この選手はプレゼントもあげましょう。これ、ビビットキャンプっていうのは全部、オールに上がるんですが、そんな、飴は与えません。
これでステータスがアップする。リアリビティポイント、これが結構重要なのかもしれないですね。こういうふうに働けよということで、まあいいでしょう。スキルミキサーっていうのがありますね。なんだろう。あ、なるほど。なんか新しいスキルっていうか、スキルを合成できるっていうのはありますね。さあ、もう試合を行ってみたいと思いますかと。経営っていうのがありますね。あ、なるほどね。施設を拡張した方がいいのか。選手を経営に参加させることができます。しばらくはこれで。はい、ということで試合を行います。まずエキシビジョンですね。今回からはセミオートで試合を行えるようにします。普通の初級でいいや。この辺がいいだろう。この辺かな。これで行きましょう。はい、セミオートでキックオフ。プレイヤーは赤で、ピンクですね。さすがに向こうがレベル7なんで、なかなか強敵ですね。すごいな、この紬っていう選手。爽快スタミナを取ってます。あ、捕らえた。か強い。さあ正面から来てるよ。これも強い。ルミもルミストライクか。すごいな、やばいな。さてと、スタミナ切れてる選手が、この選手と交代しましょう。ディフェンダーか。ディフェンダーがほとんど切れてないのは気になるんですよね。後半戦開始です。あーっと、インターセプトされた。ちょっと力が違いすぎるよね。タックルいってるんだけど。何こ、あ、これは強い出演集だ。
当たる海ストライク。力差がありすぎますね、これは。おっと。おっと、ようやくいいシーンが。簡単に捉えてるし。相手は強かった。あ、勝ったんだ。勘違いしてた。どうレベルが高いっす。さあ、これ通常リーグやってみましょう。まだですね、10部です。5回勝って勝ち星を挙げればいけるかもしれないですね。戻ってみよう。レンタルした選手をっていうか、レベルが高い選手なのか。この選手は位置どこなんだろう。わからないけど交代しましょう。さあ試合開始。プレイヤーは赤ですね、これを見る限り。いいですね。シュートを弾き飛ばした。どういうことだ？なんだこれは。こうサクサク試合進むんですよね。アクションが苦手な方でもセミオートがあるんで、すごく便利。最高役パス。さあサイドへ行った。ちょっと下は、おっとパス届いた。さあちょっとスタミナが落ちた選手が出てきているので、これは選手交代です。フォワードですね。フォワードはまだ落ちてないんだよな。ミッドフィールダーか。この選手と交代。ミッドフィールダーの選手に負荷がかかってますね。大体は。このゲーム、ミッドフィールダーを、強化することが、すごく課題じゃないかだと思います。インターセプト。さあルミストライク。
さあ、攻めてますね。さて、ルミ。さあ、またルミストライクだ。ここでルミ、もう勝てるんで、ルーミーを入れ替えましょう。と思ったら、これ、選手入れ替えられないのかな。あ、もう3人とも変わってる？オートなのかな、その選手交代も。試合終了です。勝ち点について、PK 戦にもつれ込んだら勝ちで、勝っても1なのか、ちょっとなんか実際のサッカールールと違うような。さあ、順調に増えていきます。もう所持数オーバーになる。ということは、2つ設定できるんですよね。これで特訓です。まだ受け取れない。パスですね。これで、ひなをコーチ得すると必ず大成功しますとなってますね。まあ、それでも結構上がりました。してだんだんとですね、力を強化させていくってことができるというわけですね。はい、これでどんどん力を上げていきましょうというわけで。あなたのこと大好きです。
いいとこなのか。というわけで、はい、ヴィーナスイエム、ビビットの、お送りいたしました。ゲーム動画でいこうでは、チャンネル登録していただくとすごく励みになります。タイトル欄の右にある、チャンネル登録ボタンでよろしくお願いします。ブログ、ツイッターも見てください。最後20秒で流れます関連動画プレイリストも時間ありましたらアクセスお願いします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。